はい、岡崎グリーンメンテナンスです。女子プロゴルフトーナメントの準備作業ということで、ティーなりの方を行っております。で、今ね、ティーマークを溶かして、まあ、これから刈る作業に入るんですが、この刈る方向とかね、あと外周を刈る向きっていうか方向も、ゴルフ場によって違いますし、まあお任せっていうところもありますが、まあ今回はね、半時計回りで、刈り込みを始めています。で、ゴルフ場によってはね、外周は後でとかね、あと外周は先でっていうのもありますし、あと今回はね、半時計回りですけど、あと時計回りに回ってくれとか、あと、まあ、いろいろね、その刈る方向とか刈り方っていうのはね、細かく、指示をねいただくゴルフ場も結構ありますんで、こういったね、外周刈る方向っていうかね、向き、時計回りと反時計回り、どっち向きでもね、刈れるようにしておいた方が、いいかもしれないですね。で、あとは、刈る、この向きですね。方向。まあ、今回はフェアウェイに向かって、直角っていうんですかね、真横に入る、刈り方なんで、まあ、長かろうが短かろうが、真横っていうか、なんて言うんだろう、フェアウェイに対して、その真横に入るっていうイメージですかね。に刈り込みを行っております。まあ、あと場合によってはね、フェアウェイに向かってまっすぐ入るっていう場合もありますし、今回のようにね、そうじゃない場合もありますんで、あと斜めに刈ったりね、いろいろ、東西南北で決めてるゴルフ場もありますし、本当ね、ゴルフ場によって、刈り方、やり方、全然違いますし、その都度ね、そのゴルフ場に合った、作業方法を我々はね、行わないと、そのゴルフ場のやっぱりやり方も借り方もありますんで、そういうところがね、我々フリーコースマンとして、守らなきゃいけないようなところかなと。重要な場所ですけどね、そういったところが重要かなと思っております。で、今もう半分刈り終わりまして、あとね、半分、今刈っている最中ですが、このね、ターンする場所もやっぱり、前にね、言ったかもしれないんですが、この中でね、ターンします。 T の場合はなぜかと言いますと、外までね、出ちゃうと、ラフまでこう、刈り込んでしまうっていうのがね、あるんで、まあ、こう、モアをね、この前方をこう、上げて、ターンするんですけど、上げてもこう、上げきれないラフの方がやっぱり伸びてるんで、一緒にね、刈り込んじゃうっていう部分がありますんで、そういった意味で、この T の面の中を、でターンするっていうのが、いいかなと思います。で、こういったね、最後ターンするときにカスとかね、あといろいろ落ちたりするんで、そういうのもね、ちゃんとほうきが設置されてれば、ほうきで、掃除したり、あとほうきがない場合ね、ちょっと足でペペってやったりして、そのプレーにね、支障がないように、作業を行っております。で、このね、T の向きも設置する向きもね、いろいろありますんで、なかなか、刈り込みって言っても、奥が深いような気がしますんで、もしね、こういった作業、お困りの方は、ゴルフ場はご連絡ください。